はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。D のんち t h e w i s です、えー。今回は朝ドラ「虎に翼」の第36話について話していきたいと思います。はい、今回は、え猪、ー、爪智子、えー、改め、さだ智子が、ね、本名、さだ智子が、ね、えー 裁判で、えー、勝つと、うん、勝ったんだけど何だろう依頼人にちょっと騙されてた部分がありましたねという冤罪になるのかなうん冤罪を生んだみたいな言い方を塚地さんはしてましたね、うんうんうん、そういうことはね 自分も昔はあったみたいな感じで言ってましたけどもいやー怖い冤罪怖いまあ今回のはまあどっちみち別にいいんじゃないのみたいな感じでしたけどねうんだってどっちみちそのまあ今回の問題で言うとその、ね、子供をどうするかって話だけど本当の ね、死んでしまった旦那の子供ではないっていうことだからどっちみちこれでいいんじゃないのっていう感じなんですけどねうんとのが悪いのか、うん、悪いのかっていうか悪い方向に行ったのかわかんないね別に全然いい全てがいい方向に行ったような感じはしますけどどうでしょうかその辺の意見うんね、うん。 どう視聴者は思ったんだろうっていうところですよね。うん。逆だった場合の方がなんか大変ですよね。<laughs> うん。ね自分の、まあ、説明すると難しいんだけど、息子の子供が息子の子供じゃなかった。だけどそれをねお、おじいちゃんおばあちゃんがというか、がもし育てるようになってた方が大変ですよね。うん。いいんじゃないのって思うんだけど。 うん、まあその今回の依頼人というか、ね、その岡本玲さんねすごいなんか騙す前と騙した後のね演技とかもすごい良かったですね、うん、私はね岡本玲さんは TV 系のドラマでたまたま何話か見たことがあったんでなんかちょっと嬉しかったですねうんうわやっぱ。 やっぱ選ばれる人なんだなみたいなねう,んうわすごいなみたいな見てる人いるんだねうんだから見てるとこまで誰かが見てくれるとこまで行くとそこまでいけると実力あればねうんそこまで行くのが本当大変でしょうねうんはいで今回ねあの教授に 小林薫さんにね、えー、結婚の報告みたいなシーンに行った時の、うん、雄三さんがね、長野大河さんがずっと <laughs> ニコニコしててね、うん、それもいいシーンでしたね、な、うん何とも言えない、どんな気持ちなんだっていうのをちょっとこう、それこそナレーションで聞きたいですね、雄三の本心を、ね、聞きたいなと。うん まあ今回もぞうさんがねうんトラコと比べたらちょっと冷静でねうんちゃんと見極めた方がいいよみたいなねアドバイスもしてましたしとてもいいパートナーだなという感じはありましたねうんまあそして戦争がね うん近づいてる感。ねう出てきてますね。ちょこ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 と出してきて、すごいなという感じですね。時は1942年ですね、今。さあ、どうなっていくのかって感じで、はい。明日も楽しみにしたいと思います。はい、ここからィ私、D のチザワイズの 日々というかね、情報というか、ね今週金曜日、ライブがありますんで、皆さんぜひ来てください。ねうんあとは、あの、なんだろう、その、電話の対応が、なんか、大体なんか日々起こったことって、なんか似てるんだけど、なんか今回は、なんだろう。 こっちで発注したものがあのできない。あそれはちょっとできないんですよねって言われて、ああ、そうですかと。うんまあ、できないならしょうがないから違うところに頼むわけじゃないで。で、できるかできないかを頼んで、うんあ、じゃあできないんですって言われたから、あじゃあ分かりましたつって、じゃあキャンセルですねって言ったら、あのキャンセル料がみたいなことを言われて。 はあという。なんだそれはと。うん。こっちはそれできるかって聞いてるの。できないで何でキャンセル料が発生するんだよって。もうね、とんでもないアホな担当に当たったというか、担当なのかその会社の仕組みなのか分かんないけど、ね何やってんのって思って。 そんなところでちっちゃい金取ってどうすんのみたいな、うん。注文してないんでこっちはできるかを聞いてんだよっていうね。まあそんなこともあってこれまあね俺はそういうの言えるからいや何言ってんのって言えるからいいけど言えない人はそこでキャンセル料払ってたりするわけでしょ。いや世の中もう恐ろしいなと思いますよ。 泣き寝入りというか面倒くさくて言わない人から取るわけでしょ分かんないけどねその担当の顔間違ってんのかもしんないけど、うん、までその後また上司みたいなのから連絡来て、うん、こうこうこうだったらできるんですけど みたいなことを言ってきて、うん、いやだから、俺がやりたいことはこうだよ。それできないんでしょって言ったら、いやできません。もう何言ってんのみたいな。その、他の案もすごいしょぼくて、もう何言ってんだよみたいな。うん、で、しかもさ、俺あのかか、電話かかってきて、電話をかけ直すじゃん。うん、そうするとさ、ね 電話代もかかるじゃない <laughs>。そこもプラスしてまたイライラしてくる <laughs>。何なんだよみたいな。電話ってみたいな。まあそこはね、電話しなきゃしょうがないよね。あれだからまあしょうがないんだけど。その無駄なね、キャンセル料ってなんだうどういうなんか例えばね、品物も出来上がって、う。ん ね、こっちの注文通りできたものがちゃんとできててねそれがキャンセルっつったらそれキャンセル料なりその分のね作ったお金払えっていうなら分かるよ、うん物もできてないしかもこっちがは注文した通りにもできない、うん、何を言ってんだよとそれにね 7分40秒ぐらい電話を使ったっていう、電話っていう時間を使ったっていうのが、まあ、ここでね、こうやって話せるし、ライブでももっとこと細かにね、話せるからいいんだけど、いや、面白いこと起こんなと思って、びっくりした。なかなかないね。はい、そんな感じで。皆さんも月曜日、張り切っていきましょう。それではまた。バイ。